き合ってる頃ってそんなことで起こんなかったっていうのがあると思うんだけど、うん、仕事とかでうまくいかないストレス溜まるってやると当時好きだったことが目につくようになる。こんにちは。こんにちは。今日も LINE アットに届いたご質問に答えていただきます。今日のご質問は30代女性の方からのご質問です。結婚して6年経ちます。旦那は子育てや家事に参加しているつもりでいますが、こちらからするとやってほしいことと全然違うことをしてやった気でいます。こういう場合は旦那に何て言ったら動いてくれるでしょうか、というご質問です。お願いします。もう至ってシンプルで多分ちゃんと伝わってないだけですよねちゃんと伝わってない、うん、むしろなんかやってくれてることに感謝したらいいんですけど、うん、多分そういうケースって、まあ、過去ね、まあ10件はないけど本当結構言われる、うん、あ10件以上あるわ、そうだ、それに似通った話が、ね、いっぱいあるんで、うん、同じような理屈なんですけど、うん、あのしてほしいことをしてくれなかったって言って大体あの怒るんですよ、うん、でなんでやってくんないんだって不満になるから、うん、なんか不満を持たれたら相手もじゃあやってられるかってなっちゃうんだけど、うん、あの外れてたとしてもしてくれたってことに先に感謝すると、あのそこはねもっと改善っていうのが生まれるんですよ。だからせっかく手伝ってくれたのを出花くじくってことばっかやってるから、どん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 うまくいかないし、こうしてっていうのもなんか要求だけしてくるぞこの女ってなってくるわけで、腹が立つってなるんですよ男も。でそうするともうしまいにはあのこいつじゃなくていいかなって言って浮気し始めて、で家に帰らないとかが普通になるっていうのが大体のシナリオですよね。こう何かやってくれたらありがとうとあの伝え、感謝の気持ちを伝えつつも、ただこうなんかお皿洗いやってって言ったらなんかちょっと泡が残ってるとか、うん、そういうのはどう伝えたらいいんですか。まあ、初めからね、その泡をちゃんときれいにしてなかったっていうことをフィードバックするよりも、うん、その辺を本当、まあ、自分の器量だと思って自分でどんどん処理しておいてあげると、うん、それ繰り返してたらその目撃しないわけがないじゃないですか。同じシチュエーションでそもそも皿洗いしてくれるっていうシチュエーションにいる旦那さんだから、まあ、どっかのタイミングで、あなんか足りてなかったんだって気づいた時に、うん、それがね一番効果大、あの言わないとこで全部カバーしてくれてたんだってなると男はね感謝と同時に次回以降ちゃんとやろうってなるわけよ、うん、それってなんかこうだ男性のなんかプライド的になんかあれなんかなんていうんですか、こうできてなかったって ならないですか。見えないとこのカバーをねしのごの言う男だったら本当切った方がいいから、なんかまた別の話になっちゃうかな、うん、もう別れましょうっていうアドバイスになっちゃう。そうなんですね、なるほど。か価値を自覚させるためにか、うん、性格直すためにか、ちょっと別のシナリオのアドバイスになってくる。なるほど。じゃ あのお手伝いをしてくれるような男性であれば、うん、こう優しい男性なので、うん、あの何かこうちょっと完璧じゃなかったところが見えたとしても、そこはもう奥さん側、今ちょっと理想系だよね。だからあの多分言っちゃうと思うんで、うん、あの本当に一番効果高いのは知らない間にカバーしておいてあげることってなって、うん、でそういうのを見るとね男もしつけられるから、あの奥さんが何かできてないことがあっても言わないで意外とカバーしてくれるような旦那になるんだよね、これもだから両方同じレベルの人間になるから、夫婦は、奥さんになってる人旦那さんになってる人付き合ってる頃ってそんなことで起こんなかったっていうのがあると思うんだけど、うん、なんか本来だとその部分も好きだったはずなんだけど、うん、仕事とかでうまくいかないストレス溜まるってやると、実際家帰った時になんかくだらない当時好きだったことがなんか目につくようになる、うん、イラッとするの。これはあの夫婦間で慣れてきたから狂ったというよりも、うん、なんかそれぞれの精神状態が悪いことによる、うん、あの相互だという感じかな、うんうん、まず日々のコミュニケーションの中では、旦那さんがこうやってくださったことに関して感謝の気持ちを持ちつつも、こうお互いにこう自分がこう幸せでいるっていうことを心がけていくっていう、ね、まあ、だから自分が幸せだとね相手にいちいち言わなくて済むの、やってくれたことがただありがたいで、うん、足りない部分は私でどうにかしようって、うん、だから幸せな男性、幸せな女性だからできる行動でしかなくて、まあ、まだね幸せじゃない男性と幸せじゃない女性だとすれば、はい、あのそんなこと言われてもできるかみたいなね、そんな精神的豊かなやつが勝ち組が言うフレーズだとかいう言い訳がねすぐ分かるから、うん、ていうかもう俺もそういう立場だったことがあるわけで、うん、だから
そうじゃないようにするんだったら、まあ、イライラはするだろうけど、うん、やっぱりね、まあ、他の動画で話してるような、まあ、感情の、ね、取り扱い方みたいなんで、うん、ちょっとずつの改善にはなっちゃうけど、うん、でも直近できることとしては、やってもらったことにありがとうございますなんでね、うん、あ、やってくれてありがとうって、うん、で、できればここが、もうちょいこうなるともっと嬉しい。あ、だからモアハッピーっていう感じだよね。モアハッピー、より喜ぶにはこうなったら嬉しいと、うん、少なくともやってくれたことで嬉しいっていう話。こうしてくれたら嬉しいっていうのはダメね。ああ、そうなんですね。ちょっと足りないからハッピーには足りませんっていうのはダメなの、発言内容で。みんなね、どっちかっていうとそれ言っちゃうんだよね。あ、こうしてくれたら嬉しいんだけどって、はい、あ、じゃあ今も不十分なんですねってなるでしょ。なるほど。これね、みんなね、はい、大半のパートナーシップで言ってるよね、はい。まあ、俺もね、今だから気づける話で、過去振り返ればそんなような人間だったと思うんだけど、でも大事なのは、そう、あの、お前は基準に満たないっていう発言なのよ。こうしてくれたら嬉しいんだけどって。まあ、それはね、みんなよくやっちゃってんだろうなと思うし。で、だからどうしたらいいかっていうと、すでにハッピーなんだけど、こうしてくれたらもっと嬉しいって言うと、あ、じゃあもっと喜ばせようってなるんだよ。なんか男なんか特に、あ、今ね、女性か男性への相談だから、逆サイドまたちょっとシナリオが違うんだけど、男性はね、落第点つけられたのも自尊心削られるから、だからふざけんなこのブスとか言いたくなっちゃう。怖い。そう、だからそれぐらい男性にとってはできてる、はい、できてないがね、死活問題。女性にとってはさ、美しいかどうかとかさ、ブスデブとかすごい嫌だってなるけど、男性サイドそれと同じこと言われてる感じなの。へえ、あ、そうなんですね。このできないやつがっていう感じなの。ただお手伝いでもうちょいって言われただけで、なんかね、これは本当女性サイドも、あの、男性に言うときに気づけたら本当はいいんだけど、そんな知らないからね、はい、言っちゃうんでね、ついつい。だから今時点でもう100点満点なんだけど、はい、もっとこうしてくれたらもっと嬉しいって言うと、もっとやろうってなるの、男はね。なるほど。それをしないと、はい、そういうトラブルが起きる。すごい勉強になりました。ありがとうございます。はい、言う相手をね。そうですね、はい、ありがとうございます。では大坪さんにご相談などある方はぜひ LINE アットからお待ちしております。本日もお聞きいただきましてありがとうございました。はい、ありがとうございます。